今回は鶏胸肉の効果的な保存方法と唐揚げの作り方を紹介します。鶏胸肉は値段も安くタンパク質が多く含まれているため食卓に上がりやすい食品だと思います。しかし肉の中でも最も傷みやすいことから薄切り肉や切り落としなどが売られていません。そこで効果的な保存方法を紹介します。さらに鶏胸肉には疲労回復に効果のあるイミダゾールペプチドが含まれています。この成分は水に溶けやすいためサラダチキンなど加工してから保存すると失われてしまいます。この保存方法をすることで栄養も失われず効率よく料理することができます。その後にシンプルな唐揚げの作り方も紹介します。それでは始めましょう。鶏胸肉は安売りの時にまとめ買いして保存するのがいいですね。まずは皮を外します。皮は簡単に取れるので手で引き剥がしても大丈夫です。次に鶏胸肉を3つの塊に分けます。はじめに手前の左側にある繊維が多い部分を切り離します。切ると筋が出てくるのであれば切り取ります。そうしたら横に線があるのでそこから切り込みを入れ開いていき2つに分けます。線が分からなくても横から開くだけで大丈夫です。これで皮を除いて3つに分かれました。次に肉を薄切りにします。薄切りにしておけば解凍もすぐにできて調理もしやすくなります。薄切りが難しければ少し厚めのあるそぎ切りでも OK です。炒め物や生姜焼きなどの料理に使いやすいです。だいたいこのくらいの薄さにすると火の通りも早く使いやすいです。はじめに切り分けた繊維の多い部分も薄切りにすると柔らかくなります。そうしたら肉をラップに薄く包み冷凍します。疲労回復効果を生かしたいなら1日 100g の摂取を2週間以上続ける必要があります。それなら 100g に分けて保存するといいでしょう。これならレンジで 600W 30秒で解凍できます。皮もラップに包み一緒に冷凍します。塊のまま冷凍する場合は3つに分けてからフォークで小さい穴をたくさん開けておくと肉が柔らかくなります。そのままラップに包み冷凍します。解凍したらチキンカツなどが使いやすいです。肉を柔らかくするために塩水につける方法がありますが疲労回復成分が流れるので健康を考えるならなしですね。あと親子丼やカシューナッツ炒めなどに使うなら四角くカットして冷凍します。だいたい 1.5 センチの角切りにします。切れたらラップに薄く広げ冷凍します。ここから唐揚げの調理に入ります。 0.5 ミリくらいの厚さにそぎ切りにします。
そぎ切りにすることで火の通りも早く柔らかく仕上がります。しっかりした食べ応えが欲しければ大きめの角切りでもいいでしょう。生姜とニンニクのすりおろし適量に醤油大さじ2と酒大さじ2分の1を合わせます。鶏肉に絡め下味をつけ10分置きます。水溶き片栗粉を大さじ2と小麦粉大さじ1を入れて混ぜ合わせます。さらに片栗粉を適量入れ合わせていきます。片栗粉は何度かに分けて入れ、肉の表面が少しサラッとする状態にします。肉を触るとベトつき感が少ないくらいにします。油を中温に温めて鶏肉を揚げていきます。肉を全部入れて表面が固まってきたらくっつかないように軽く混ぜます。だいたい 2,3 分を目安に揚げていきます。たまにすくい上げて空気に触れさせるとカリッとします。油の音が大きくなり水が上がってきたら軽く引き上げ二度揚げします。だいたい15秒ぐらい揚げます。皿に盛り付けてお好みで白髪ネギを乗せて完成です。今回は鶏胸肉の効果的な保存方法と唐揚げの作り方を紹介しました。鶏胸肉はこのように保存しておくと、ちょっと肉料理を一品欲しい時などにすぐに解凍して作れるので便利ですよ。さらに毎日 100g を摂取することで疲労回復ができ筋肉もつきやすくなるのでダイエット効果も期待できます。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理などを紹介します。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄までお願いします。それでは失礼いたします。